勝った？そうらしいな。だがなぜだ、満足できない。
俺たちのクロス衣装震えてるんだよね。あんた持ってるんだろ。カオスを倒す、それが俺の使命だ。俺も。ああ、俺も同じだ。俺はジャック。ジェイド。アッシュ。なんだ、また傷が増えたな。俺の分類ではかすり傷だ。唾をつけておけば治る。俺たちはいつになったらカオスと戦えるんだ。魔物退治はもううんざりだ。名のある魔物は大体倒したよな。よし、改めてコーネリア王に要求しよう。お前たち、何とかしろよ。うん。うん。この世は暗黒に包まれている。風は闇、海は淀み、大地は腐ってゆく。しかし、人々は一つの予言を信じ、それを待っていた。この世、暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。お前たちの実力は認めよう。名のある魔物討伐の遠征を三度も成功させたのだからな。だが問題は人数だ。この世暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。そして持っているクリスタルの色、輝きも違う。確かに。でも大臣、重要なのは予言通りの戦士が現れることでしょうか。現実にカオスを倒すことではないのですか。私たちには閣下がそこまで慎重になる理由が分かりません。クロス衣装の戦士たちよ、一つ教えてほしい。なぜそれほどまでに危険に挑もうとするのだ。何がお前たちを突き動かしている。ここに思いがあるんだ。カオスを倒したい。倒さねばならぬ。希望や夢ではない。飢えや渇きと似た感覚だと思ってくれ。
ほう、苦しくてしょうがない。いいだろう。大臣、神殿の鍵を用意しなさい。はジャック、アッシュ、ジェド、君たちにコーネリアの未来を託そう。頼むぞ。鍵は明朝を渡すことにしよう。じっくり遠征の準備を整えて町の門で待ちなさい。お前たちはこれまでの戦士とは何かが違う。期待しているぞ。ジャック様、アッシュ様、ジェド様、どうかこのコーネリアの民を救ってください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。荒々しいお顔だこと、戦場では必要なのでしょうね。でも娘たちの前ではにこやかにしてくださいな。なんだ？確かセーラ姫だったか。人気だな。混沌の荒野に咲く一輪の花って感じ。ジャック、愛想よくしてくれ。損はない。傷が増えましたね。すぐ治りますよ。ジャックはいい薬を持ってますからね。それはいいですね。あ、そうだ、そんないいお薬なら城の兵たちにも分けていただけますか。からかいましたね。我々に何かご用ですか。はい、いよいよカオス討伐に向かうと聞いて、お願いするなら今しかないと思ったのです。おお、二つあります。欲張りですね。カオス討伐に向かったまま戻らないお方を探してほしいんです。名はガーランド様とおっしゃいます。姫、私たちには人探しをする時間はありません。もちろんです。ただ気に留めていただいて、何かの折に。ガーランド氏の特徴は？いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。でも声はとても優しくて、とても大きなお方です。いつ旅立ったのですか？はい、それは10年前のような、昨日のような。誰も信じてくださいません。父も大臣もガーランドという騎士はいないとおっしゃいます。セーラ様、わかりました。ガーランドのことは心に留めておきましょう。ありがとうございます。ジャック様、皆さん、もう一つ、どうか無事にお戻りください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。今水晶が共鳴した。ああ、確かに。面倒は避けたい、忘れよう。さて、出発は明朝。宿で休むぞ。
お、ジャックの旦那、すっかり噂だぜ。明日神殿に行くんだってな。だったらうちに泊まっていくだろ。ああ、ささどうぞどうぞ。戦士の旅立ちはすぐに噂になる。お前たちの失敗は王の評判を落とす。心に留めてくれ。カオス神殿は町を出て北西の方角だ。クリスタルの祝福を。
カオスよ、待たせたな。なんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。俺たちなら問題ないでしょ。何が出てくるか楽しみだな。アッシュ、当てにしてもいいか。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。もちろんだ。出てきたか。ジャックがいれば負けないさ。この調子なら問題ないね。まだ先はあるんだ。頼むぞ。気力が持たないかもしれない。立て直すべきかもな。ジャック、下に魔物がいる。恐怖か。さてと、これで行く。さてと、これで行く。変更だ。さてと、闇が吹き出す穴だ。闇と一緒に魔物が吹き出した。まさに闇の噴出口だな。ジャック、もう終わりか。荷物だ、ジャック。さすがだな、ジャック。これで新しい道が開けた。
そこにキューブが見えたぞ。一息つけそう。何かあるな。やるか。体力を無駄に消耗する。別の道探す。体勢を下げられるか。体勢を整えよう。お出迎えだな。叩き潰すさあ、こんなものだな。よくやったな。次も頼むぞ。宝箱か。さて、
部見つけたよ。さてどうするかな。邪魔だな。水で消したいね。これで行く。大歓迎だな。蹴散らしてやるさ。危なかった。苦難があるからこそ強くなる。灰になれ。さてと。変更だ。いや、ジェド頼めるか。ハゼロ見ててよ。ジャック集中しろ。自爆に巻き込まれないように気をつけろ。行くぞ。せい
かなり広い部屋だね。魔物も多そうだ。気をつけよう。ジャック、開けてみよう。さあ、噴出口だよ。壊しておこう。交換だな。さて行くか。ここに繋がっていたんだな。
これで行く。健康だ。これで行く。敵だ。やるぞ。ついてこい。訓練になったな。敵発見。ジャック、戦おう。惜しいな。やったね、大当たり。同じ身には会いたくないな。行くぞ。やめろ。さてと。よし、ショートカットの完成だ。戻るときはここを通るぞ。
ていく。お出迎えだな。また来てんの。捕らえたぞ。大歓迎だな。ジェド、頼めるか。もちろんだ。変更だ。出てきたか。蹴散らしてやるぞ。敵発見。ジャック、戦おう。ジェド、頼めるか。もちろんだ。引き締めていこう。やるか。ジャックがいれば負けないさ。
を燃やせば楽できるかもね。行くぞ。敵だ。やるぞ、ついてこい。
変更だ。やるか。蹴散らしてやるさ。出てきた敵を倒すと封鎖庫も弱っていくみたいだ。封鎖庫はあと2つ。あんたに頼られると敵が減少したな。今のうちに穴を潰す。当たれば一番大きな塔へ行けそうだな。これで行く。行くぞ。キューブがあるな。調べておくか。健康だ。これで行く。
大歓迎だな。やるぞ、ついてる。ひるんでる、いけるよ。これで行く。何が入っているかな。Thank you.
これで行く。闇が濃いな。間違いない。この先にいる。あれはキューブ。調べておこう。これで行く。カオス。私はカオスとなるもの。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う。私はカオスとなるものだ。変更だ。姿勢を下げられたか。大丈夫？こいつの攻撃どっかで見たことない？ジャックと似てないか？かもな。だが俺の方が上だ。もちろんだ。待てろ。哀れだ。さて。これで行く。
顔を見てやろう。待て、俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のもウォンウォン震えてる。私はネオン。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。ああ、忘れてた。街はこうだったよな。え、あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類いまれな戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり忘却は慈悲だ。へえ、誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。なあネオン、あんたがここへ来たのはいつだ？
あれは10年前のような、昨日のような。と、大体以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。時にそこの娘よ、お前もクリスタルを持っているのか。一度お目にかかっているはずです。まあよい、4人ともクリスタルを持っているのだな。漆黒だがな。ついに光の戦士が揃ったか。そなたらを光の戦士と見込んで、ルカーンの予言のすべてを伝えよう。すべて。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れ、戦士たちは光のかけらを携え、闇に覆われし4つのクリスタルに輝きを取り戻さん。この世界には4つのクリスタルがある。火、土、風、水の4つだ。そのクリスタルが闇に覆われた結果、火は暴れ、風は止み、海はよどんで、大地は腐った。民の心も混沌の闇に飲まれてしまったようだ。俺たちにクリスタルを覆う闇を何とかしてこいということか。ああ、引き受けてくれるな。カオス討伐はどうなる。全てのクリスタルが輝きを取り戻した時に、お前たちはカオスを倒したと胸を張ることができるのではなかろうか。王よ、それはカオスはいないという意味だ。古来より伝わるカオスなる怪物の逸話、それは一つの希望だ。カオスを倒せば平穏が訪れるという希望。そう、カオスなどどこにもいない。しかし新たな希望が今ここに、こうしてしっかりと存在する諸君がいる。ああ、なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。今後のことは私から説明しよう。君たちが闇から解放すべきクリスタルの所在だが、まず北の端から大陸へ渡り、プラボカへ行け。そして監督官のソンヌ長官を訪ねる。クリスタルの祝福を。皆様、どうかご無事で。クリスタルの祝福を。ありがとうございます。時にセーラ様、カオス神殿にガーランドらしき人物はいませんでした。そうですか。つまりどこか他の場所にいるのではないでしょうか。気休めですがね。いいえ、希望です。失礼ながらセーラ様、ガーランド教とのご関係は。
ああ、なるほど。ジャックの旦那、神殿から帰ってきたばっかだろ。大臣が宿代払ってくれてるんだが、うちで休んでくかい？うん、それがいい。そして探検の旅が始まった、そして探求の旅が始まった、そして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として自らに与えられた使命の大きさと待ち受ける波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。その意味さえ知らずに4人が持つ4つのクリスタル、遥か昔その中に輝きが宿っていたと。旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、平和の光を再びこの地に。あれ、俺たちに嫌われてる？うん、城から来たんだろ。だったら父さんの仇だ。父親はどうした？王様の命令でクリスタルを探しに行って海で死んだんだ。それは俺たちではなくカオスの仕業だ。王様にも責任はあるだろうが、本当に悪いのはカオスだ。そうだけど、俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって親の仇を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。ソンヌ長官はどこだ？長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる？向こうにある洞窟のその奥。
な。
変更だ。街からだいぶ歩いたけど、ここがあの子の言っていた洞窟かな。他に洞窟はなさそうだ。入ってみよう。敵がいる。やるぞ、ついてこい。当然。やるぞ。やつらの巣には気をつけよう。行け！終わりだな。
引き締めていく。おーい、ビッケ船長。空気が違う。まるで異世界だな。ああ、重い。俺、ここに来たことあると思う。その感覚はよくわかる。でも気にしない方がいい。どうせはっきりしないんだから。そう？まあ今は気にしても、そのうち面倒になる。前を見て歩いた方がいい。よし、行くぞ。雲の糸が。レオ、任せてもいいから。ラク、調べてみて。叩き潰すぞ。ジャビムに切りつける人は私が払う。終わりだ。これで終わりだ。よし、次に進もう。あそこにキューブが見えたぞ。休んでおこう。あれが海賊か。注意した方がいい。海賊に私たちの理屈は通じない。魔物と同じだ。向かってくるなら蹴散らせばいい。
で行く。相手する？ケジラ消えた。叩き。嘘だろ。なしで。なしにしてもいいか。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。弱いな。相手にならん。終わり。先に進もう。この匂い、かなり危険な酒だぞ。変更だ。さてと。浅はかだな。これで隠したつもりだ。
変更だ。出てきたか。ヤク、戦おう。だ。ふざけんじれ。ネオ。うまくいったね。これまで嬉しいよ。終わりだ。お疲れだ。なんとも幻想的だ。海賊は不思議な場所にアジトを作るな。キューブがあるな。調べておくか。ついてたって鍵なんか食べなくても。開けてみよう。宝箱か。船長。よく見た方がいい。もらっておこう。
やるか。ザク、やってやろう。ネオ、任せてもいいから。ジャックに切り出したキノコは私が払う。なんとか勝った。もっと強くなりたい。見つけた。調べておこう。だよ、こっからじゃダメか。乗り場は別の場所らしい。迎えだな。降りかかる火の粉は払おう。もう終わり。次も頼むぞ、ジャック。ダメだ。ネオ、任せてもいいか。当然。アッシュ、当てにしてもいいか。集中しろ。
せとは。一度体勢を整えよう。出てきたか。蹴散らしてやるか。もう終わりだ。ジャック、物足りないって顔してるな。巣が張り巡らされているな。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。大口開けた噴出口が厄介だな。ジャック、一気に距離をつけよう。でかい噴出口か。厄介そう。ジャック、騒がれる前に始末を。船長、おお、こんな世界でも綺麗な場所はあるんだな。俺たちが行くのは闇の中。こんな場所はさっさと通り過ぎるぞ。変更だ。キューブがある。調べなくていい。
と。降りかかる火の粉を払おう。つまらん相手だったな。敵が集まってきそうだな。早いうちに壊そう。敵を呼び出す気だ。海賊船はすぐそこなのに。壊れた船を使って渡ろう。あんたがビッケか。ビッケ船長だ、キャプテン。ビッケ、俺たちはクリスタルを探している。孫の長官に会うように大臣に言われてきたが、今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。おおよ、海賊が役人代わりとはなんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。カオスだけにな。クリスタルはどこにある？海賊の冗談はつまんなくても笑うもんだぞ。
出てきたか。ヤク、戦おう。ヤク、今がチャンス。当然、勝ち切る。先はあるんだ。頼むぞ。襲うべき船も奪うべきお宝もねえ。海賊稼業上がったりでクサクサしてたんだが、てめえらのおかげで気分がいい。クリスタルの在りかはアストスってやつが知っている。この船で連れてってやるよ。アストス知ってんのか。いや、何者だ。
ダークエルフの王を自称している。ただのエルフじゃねえぞ、ダークエルフだ。どう違うの？エルフ千人の命を吸い取って永遠の命を手に入れたとか、カオスと取引して身の毛もよだつ魔法を手に入れたとか、伝説はいろいろだ。カオスと取引だと？まあ真相は本人に聞けよ。いい旅になりそうだな。ここがアストスの城だ。せいぜい気をつけろ。帰りはどうすればいい？まずは生きてアストスに会うことを考えろ。この城は恐ろしいぞ。さあ暴れるぞ。後ろは守るから。健康だ。
見ろよあれ、合成だな。こんな城に住むくらいだ、ああいうのがお好きなのさ。少しは成長できたかな。どうも気力が冴えないな。ジャックについていくよ。相手する？羽が生えた人間？いや、魔物だ。見た目は人だが、生まれは闇の中。魔物なら倒さなくちゃね。兵を下げられたか。これで行く。鍵があるからには鍵穴もある。探してみるか。なかなかやる。何としても倒す。弱点を見つけたぞ。一生だった。苦難があるからこそ強くなる。変更だ。さてと。よし、先に進もう。こういう城には隠し部屋とかお宝とかあるんだろうな。ダークエルフの王の宝だ。興味深いな。レオ、任せてもいいか。ジャッジに降りかかる強さは私が払う。ジャック、気をつけろ。その辺にいるはずだ。突然現れるから驚くなよ。何かあるな。降りかかる火の粉は払おう。
先行だ。これで行く。敵がいる。早く戦おう。当てにしてもいい。あんたに触れられると力が湧いてくるよ。珍しい。嬉しいね。本当に隠し部屋があるなんて。あれはキューブだ。調べておこう。あのぐっさり刺さった矢、嫌だ嫌だ。でかい弓がこっちを狙ってる。ジャック、物陰に隠れるんだ。
出迎えだな。叩き潰す。調べておくか。やるぞ、ついてこい。弱いな、相手にならすまない相手だ。
てきたか。ザク、やってやろう。キューブがある。調べなくていい？探索に戻るぞ。ネオン、任せてもいいか。ジャックに降りかかる火の粉は私が払う。
ここはあのでかい塔の中だろう。さあ奥に進んでみよう。敵だ。やるぞ、ついてこい。手当てしておけ。ジャックが見せるあの力こそ俺たちが探し続けているものなのか。確信が欲しい。強い魔物と当たればはっきりするかも。キューブがあるな。さてどうするかな。健康だ。さてと健康だ。さてとさてと健康だ。これでいく。やってやる。マジか。
んとか勝ったな。敵が強かったんだ。卑下しなくていい。楽ができるぞ。誰もいないな。海賊に騙された？油断するな。機動力、攻撃力、どちらも相当なものだ。なぜ引きずり下ろしてやろう。リックド、レオ、バカ機動力にひるんだ。攻撃をよく見ないと。あいつの攻撃をうまくこう、なんとかできないかな。ラッシュ、当てにしてもいい。あんたに手を出す。ガンが湧いてくるよ。状況まずい状況だ。戦いやすい。やめろ。増えたところで。ネオンの時みたいにあいつの中にアステスが入ってるのかな。倒さないことには分からないな。ならあの兜を飛ばして顔を拝んでやる。答えがない。幻影か。せめて吹き飛ばせる方法はない。消滅しろ。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が。素晴らしいぞ、ジャック。
そしてアッシュ、ジェド。やあ、ネオン。なぜ知っている？それがダークエルフさ。ダークエルフとは。俺たちはクリスタルの在りかを知りたい。それだけだ。これは頼もしい。未来を切り開くのは君のような大雑把な人なのだろうな。賞賛と受け取っておこう。ここがこの城だ。そしてこの森を抜けさらに進むと塔がある。風のクリスタルはその塔の頂上。森も塔もなかなか厄介だから気をつけるんだな。何か質問は？お前がカオスと取引をしたという話は本当か？カオスと取引するのは君たちだよ。カオスとは混沌の闇が意識を持った魔物。クリスタルが機能を停止したのはカオスの仕業。クリスタルを復活させたければカオスと取引をするしかない。もちろん取引というからには代価が必要で、それは君たちの命ということになるだろうね。何がおかしい？旅立ってから聞いた一番喜ばしい情報だ。良い旅を、ジャック。What?